例えば自分が本当にやりたいことが子供の時にあって、本当にやりたいことをみんなの前でやってみたら先生から怒られましたと、ね、その子は20歳になって本当にやりたいことをやろうって思った瞬間に怖くなるのよ。なぜかというと過去にそれをやった時にめっちゃ叱られたから、めっちゃ叱られたから。Hey you guys! Welcome and thank you so much for checking out Chris's Room! 本当にね、お忙しい中このビデオを見ていただいて本当にありがとうございます。今日はね、メンタルを強くしていくときに大切なポイントがあるんですよね。どのぐらい大切なのかっていうと A+、 この情報が必要になるぐらい結構大切なポイントがあるんですよ。どういうことかっていうと、感情っていうことはね、ネガティブの感情もあってポジティブの感情もあります。で、感情っていうのは何かの出来事があるときにトリガーされてバーンって出てくるときに残ります、残ります。なので不安を感じているとき、不安になったなっていうときは、実はそれは別の経験で感じた感情が今残っているっていうことがある可能性があるということなんですね。これはちょっと分かりにくいっていう感じなんですけれども、どういうことかというと、世の中にいろんなことが起きます、ね、でも正直言って、ね、起こってることは自然の目線から言うと、自然の目線から言うとポジティブでもないしネガティブでもないんですよね。ニュートラルなんですよ。ニュートラルですよね。例えばね、俺が、このコンピューターを、落としちゃった、あれ自然の目線から言うとポジティブでもないしネガティブでもないし、ね、で、あ、これ落としちゃったって言ってコンピューター壊れちゃいました、やろ、自然の目線は気にしないよね。ね、気にするのは誰？見てる人なのよ。見てる人しか気にすることはできないよな。まあ、それ当たり前だよね。だから俺がやったら俺が見てるから俺が気にするわけよ。で、ここでコンピューター壊れちゃったってなってネガティブじゃん、キャーってなるじゃん。でもポジティブの目線で見ることもできるわけよ。わかる？コンピューター壊れたらね、新しいコンピューターを変えるっていう機会もつながってくるから、ね、だからこのニューチュラルなことにね、まずこの起きてることはニューチュラルだっていうことを理解していただきたいんですね。 OK。 で、ここがポイントなのよ。自分が子供の時にコンピューターを落としてしまった、子供がコンピューターを落として親の前で落としました、しかも親のコンピューターをね、この時親が怒りました。で、僕はクリス、チビクリス、パパーコンピューター、あークリスふざけんな、なんでコンピューター落とすんだ、キャーパパごめん、バカバカバカ、これでお前どのぐらい、これ20万すんだぞ、お前このクソガキめー、パパごめんみたいな、もうドワートラブになるよね。 OK OK、 ふう、怖いな、もう演技してるだけで怖くなっちゃうよ。 OK、 30年経ちましたね、ある日コンピューターを落としました、ね、何が起こると思う？うわー、最悪なことだ、コンピューター落としてしまった、すごい、これ20万かかるんだっていうふうになりやすいと思うのね、なりやすいと思うのよ、ね、だから急に何かのトリガーで、この場合はコンピューター落としたっていうところなんだけど、何かのトリガーが起こるとキャーってなっちゃいやすいわけよ。わかる？で、ここのポイントはキャーってならないようにする。これが世間で言うメンタルが強くなるっていうプラクティス、
練習につながっていくんだよね。これをやるとメンタルが揺れない、ぶれないメンタルになるわけよ。感情的にならない、怖いことがあってもキャーってならない、ね、悪いことが起きそうだなってなっても、やべえコンピューターが落ちそうってなってもぶれないっていうこと。どういうふうにいくかっていうと、まずこのバーンってなってキャーって感じてる恐怖は、若い時に他の人から来た恐怖の可能性がめっちゃあるのね。どういうことかというと、このリンをチーンってやると鳴り続けるでしょ。怒ってないけど残ってるでしょ。ね、このような感じで恐怖って頭の中でまだバイブレーション、ラジオ局みたいにあるわけよ。世の中に恐怖が流れてるわけよ。で、このバーンって子供の時に下ろしたのが、初めてそのラジオ局に親が怒った時にチューニングしてくれたわけよ。ね。で、今落とした時に何があるかっていうと、この恐怖のチューニングしちゃったわけよ。そこに戻したっていう感じなんだよね。わかるかな？大丈夫？そこまで繋がってる？ OK。 で、このコンピューターを下ろすっていう話をもうちょっと深くすると、例えば自分が本当にやりたいことが子どもの時にあって、本当にやりたいことをみんなの前でやってみたら先生から怒られましたと、ね、その子は20歳になって本当にやりたいことをやろうって思った瞬間に怖くなるのよ。なぜかというと、過去にそれをやった時にめっちゃ叱られたから。めっちゃ叱られたから。で、この過去の恐怖を外したいんだったら、最初にそれを起こった時に戻って外すっていうやり方もあるんだよね。あ、この時にこういうふうにやったんだって。そういうめっちゃ長いやり方もあるんだけど、もっとシンプルにできる時もあるんですけれども、ポイントはこの波動が、この恐怖のベルを叩く時の波動がまだ残ってるっていうことなんですよ。で、これを乗り越えたいんだったら、まず今起きている出来事はニューチュラルだって、ね、コンピューター落とす時に自然は全然、ね、これ落としても自然はさ、バーンってなっても全然自然は OK じゃん、壊れても。そういう感じで何かが起こってる時は実はニューチュラルなんだけど、自分が悪いことだって決めてるんだよね。自分が悪いことだって思ってるんだよね。本当はこれを選んでるんだけど、自分が選んでないぐらい感じることなのよ、ね、でメンタルを強くしたいんだったら、ね、マジもう不安がいつもあって、もう疲れた、マジなんか人生変えたいとか、もうこの不安いつも怖いとか、ね、それすると、まず最初のステップは、自分の周りに起こっていることはニューチュラルで、自分がこのネガティブの視点から見てるわけよ。で、怒ってることはニューチュラルだから 100% ネガティブっていうふうに考えることもできるし、その逆もポジティブから見るっていうこともできるんだよね。ね。なので、これをみんなにちょっとずつ掴んでいただきたいなっていうのが今日のメッセージでした。 Alright, thank you so much, and I will see you in the next video. ありがとう。